1エンド。第1エンドの記録が確定しました。1マコ長野選手27点、2マコ小川選手28点。第2エンドは長野選手の先攻です。10点。
来年度の記録が確定しました。一馬戸長野選手29点、二馬戸小川選手29点、トータル56対57、小川選手のリードです。第3エンド、長野選手の先攻です。第3エンド、10点。9点。第3エンドの記録が確定しました。一番長野選手28点、二番戸川選手27点、トータル84対84、同点となりました。第4セット、長野選手先攻です。第4セット、10点。
10点。